はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。ね、今ね非常に暑い季節、7月じゃなくて、ね、8月に入りましたね。はい、非常に暑くてね、あの車ね走ってると、こう時々電光掲示板あるじゃないですか。あれがねもう37度、この間なんかね、まあ、もっと高い地域もあると思うんですけどね、もうあれ見ただけで暑くてもうなんか嫌になっちゃいますよね。まあもう本当にね暑くて、で夜もねもう本当に何て言うのかな、こう熱帯夜が続いてますよね。もうさすがにねクーラーなしじゃちょっとねやっていけないって感じになっちゃってますね。私も本当はね体に良くないんじゃないかなとかって思いながらもね、はい。であれですよ、朝もね出勤して、まだ涼しいはずなのに、なんかねガチャって開けて部屋の中がね30度ぐらいになっちゃってて、もう暑いたらなったらもう大変ですよね。はい、まあそんな中でですね、今日は何させてもらうかというと、まあ、本当に今日はね何もしないです。はい、ちょっとね本当にご紹介だけです。はい、それがですね、はい、何をご紹介させてもらうかというとこちらです。じゃーん、これ皆さんご存知ですか？NHK 出版さんですね。はい、のもうこの趣味の園芸というね、もう本当に園芸好きな人はねもう誰もが知ってるっていうぐらい有名なね、超有名なね雑誌ですね。はい、でそれがですね、今回、趣味の園芸さんって普段ね、まあ、いろんな、まあ、園芸植物何でもやってると思うんですけど、本当の今回の特集ということで、すごいですよ、一番大きいこの見出しの特集、スイレンと水辺の植物。でもこれもうビオトープ来ましたって感じで、しかもですねちょっとこれ自慢ですよ、自慢。まあちょっとね自慢するってほどのことでもないですけどね、本当に運だなと思ってるんですけど、このねこの項目の、特集スイレンと水辺の植物の中で、今年の夏こそ育ててみませんか、涼を呼ぶ花スイレン図鑑と、夏樹開花熱帯性スイレン、みんなで楽しむビオトープスイレンの花咲く印象派庭園っていうね4タイトルあるんですけど、その中の、みんなで楽しむビオトープをですね、なんとこちら土着園芸でね撮っていただいたんですよ。いやもう本当に嬉しかったな。まあね本当にこのね乗ってる方のある先生、名前出しちゃっていいのかな、まあ、ちょっと後でダメって言われたら困るし名前は出さないですけど、こちらの中の先生でちょっとお知り合いの方がいらっしゃいましてね、ビオトープだったら土着さんどうっていうことでねご紹介いただきまして、なんと趣味の園芸さんにご紹介いただいたというかね載せていただきました。しかもね8ページにわたって、でねこの趣味の園芸さんってね NHK だから、なんていうんですかね、企業名を、ね、出せないんですよ。だからなんとねこのページの紹介のところですね、ここのみんなで楽しむビオトープのところ一番最初ですね、まあ本来でしたね土着園芸鈴木ってことになるところですけど、園芸研究家鈴木ということになっておりましてね、はい、これねこの時に陶器鉢でビオトープを作ったのと、あとプラ舟ですね、プラ舟の2パターンでねこうちょっと簡易でできるようなねビオトープを作らせてもらいました。まあいろいろね物取り方であったりとか年間管理なんかも載ってるんでね、あと本当に水生植物特集でね熱帯スイレンのことも載ってるし、もう本当にこう水生植物好きにはたまらんぜって感じのね中身になっていますので、まあまだね店頭に7月の21日発売だからもう結構ちょっと日が経っちゃってますね、10日ぐらい経っちゃってるんで、まだまだ置いてるとは思うんですけど、ぜひねこの機会にご興味ある方はね買っていただいて、お家に一冊ですね置いていただければと思います。はい、はい、ということで、今回はですね趣味の園芸にまず特集スイレンと水辺の植物がね取り上げられてるっていうことと、あとですねちょっと自慢ちょっと自慢っていう感じでこの中の企画ですね、みんなで楽しむビオトープの部分で土着園芸で使ってですね撮っていただきましたということのご報告でした。はい、それでは皆さんさよなら。
この動画は水生植物専門の土着園芸がお送りしています。直売店とウェブショップもありますよ。動画の内容は水生植物ビオトープメダカ等週1で配信しています。皆さんのチャンネル登録待ってます。